皆さんこんにちは。2024年2月29日に結婚を発表した大谷翔平さん、結婚相手だけではなくその他のプライベートについても多くを語らないスタイルを貫いています。しかしメジャーリーグでは大きなイベントには妻や子供と共に参加することが通例となっている上、野球選手の妻が集まる婦人会というものが存在しているそうです。またアメリカと日本での文化の違いが浮き彫りになり、一部米メディアでは大谷翔平さんを秘密主義であると批判しています。今回はメジャーリーグのしきたりや婦人会について深掘りしていきたいと思います。2月29日に結婚を発表した大谷翔平さん、結婚相手については、日本人女性、至って普通の人、大谷さんより2歳年下といった情報しか明かされておらず、メディアの前には姿を現していません。しかし今後妻が公の場に姿を現す可能性があるといいます。その理由についてスポーツジャーナリストの小林信也さんはこう語ります。メジャーリーグにはチームの有力選手の婦人会というものがあります。奥様たちが集まって懇親やチャリティなどの催し物、イベントを企画実行するのです。また夏のオールスターなどの特別なイベントは婦人や子供を含めた家族参加となっています。この婦人会とは一体どういうものなのでしょうか。日本国内以上に海外のプロスポーツリーグでは妻たちの横のつながりである婦人会の活動が盛んに行われています。そんなプロスポーツ選手の婦人会の中でも団結力の強さ、活動内容の多様さで有名なのがメジャーリーグです。ワイフズミーティングと呼ばれる集まりでは食事会が開かれ、チャリティー活動の打ち合わせもされます。日本ではプロ野球選手の妻は夫が野球に集中できるように陰からバックアップする存在というイメージが強いですが、一方でメジャーの妻たちは自ら積極的に表に出ることで夫を支えようとしているそうです。ヤクルト青木宣親さんの妻である幸夫人はメジャーでのことをこのように語りました。渡米当初はメジャーの常識と夫の帰りを手料理で出迎える日本式のサポート体制を両立するのは時間的に難しかった。メジャーではスタジアムに奥さんが顔を出さないと夫と一緒に戦う気がないと噂が立ってしまう。だから5回まで試合を観戦してから夕食の準備のために帰宅するのですが、今度はなぜ家政婦を雇わないのかと別の心配されてしまうんです。彼女たちに日本流でサポートしたいということを理解してもらうのには時間がかかったといいます。その他球場で応援する際の服装も夫に恥をかかせてはいけないという婦人会のルールがあるといいます。元メジャーリーガー田口壮さんの妻恵美子さんは著書メジャーリーガーの女房、嫁だけが知る田口壮の挑戦、その舞台裏の中で次のように綴っていました。近くに座るファンが興味津々という目線を向けているのは明らかだ。奥さんたちも選手の妻であるという意識を高く持ち、球場にやってくるにしてはやや華やかともいえる服装で現れる。大谷翔平さんは結婚を発表しましたが、その妻について多くを語らず、妻本人も公の場に姿を現していません。しかし結婚を発表した今、この婦人会に参加することとなり、いずれは表に出ることが必要になるのではないでしょうか。夫である大谷翔平さんを応援する姿が見られるかもしれませんね。大谷翔平さんの妻についてアメリカのみならず日本でも気になる方は多いと思います。一部の間で妻ではないかと話題になっている人物がいます。それは元女子バスケットボール選手の田中真美子さんです。田中真美子さんのプロフィールはこちらです。名前田中真美子、生年月日1996年12月11日、年齢27歳、2024年3月現在、出身地東京、身長180センチメートル。田中真美子さんは元バスケットボール選手で富士通レッドウェーブに加入していました。バスケットの実力もさることながら、身長180センチメートルの長身でスタイル抜群、モデル顔負けの美しい外見で人気の選手でした。
大学は早稲田大学に進学しています。早稲田大学の偏差値は62から70なので、学業も優秀だったようです。まさに文武両道ですね。大谷翔平さん本人が過去に語っていた結婚の条件は、ずっと笑っていてくれる人、普通にニコッとしてくれる人、身長が高い人、スポーティで爽やかな感じ、チャラチャラしてない人、明るい人、ハキハキしてる人、誠実な人、控えめな人、頭がいい人、甘えさせてくれる、引っ張っていってくれる人となっています。そして大谷翔平さんのご両親は、女優や女子アナなどの芸能人とは結婚させたくないと話していたそうです。両親は自分たちもスポーツ経験者であるため、大谷翔平さんの結婚条件としてアスリートがいいと考えているそうです。スポーツに理解があり、大谷翔平さんを支えてくれる相手がご両親の理想なのでしょうか。もしかするとアスリートの DNA を残したいという思いもあるのかもしれません。この結婚の条件と田中真美子さんを照らし合わせてみると、かなり当てはまっているのではないかと思います。180cmと長身で、明るく爽やかな雰囲気、元バスケットボール選手でありながら早稲田大学出身の才女、これはご両親も結婚を認めてくれそうな女性ですよね。2024年3月2日に公開されたナンバーウェブの独占インタビューでは、大谷翔平さん本人が結婚相手について、年下です、2個下かなと明かしています。大谷翔平さんと田中真美子さんは2歳差なので、これも当てはまっていますよね。かなり有力な妻候補ではないかと思います。またメジャーリーグではイベントには家族で参加するのが通例とされており、中でも毎年7月に行われるオールスターゲーム前日のレッドカーペットショーはメジャーの一大イベントとなっています。スポーツ紙の記者は、イチローは現役時代に福島由美子夫人と歩き、田中将大選手もヤンキース時代に妻の里田舞さんと共に登場しました。大谷選手はこれまで独身だったため、一人で歩くか通訳の水原一平さんと歩いていました。そのため大谷選手が新妻を披露できる場はこの時が最初になるのではとも言われていますと話しています。スポーツジャーナリストの小林信也さんは、もちろん日本人選手の奥様方も同様です。ただ大谷選手の夫人が誰なのかと紹介されないままですと、こういう会合に不都合が生じるような気もします。当初はイチローの妻などもスムーズに参加できず問題になったこともありました。元ヤンキースの松井秀喜さんの妻も参加したか否か明らかにされず、チームメイトから違和感を持たれたことも、もちろん松井さんのように結婚相手を基本的に表舞台に立たせない方針もあるでしょう。ただそれは特殊な例であり、ドジャースの1000億円プレイヤーの妻であれば周囲からは参加を求められることになるでしょうと語っています。メジャーでは妻が一般人であっても表に出ることが当たり前、今後チームメイトや関係者と良好な関係を築くためにも妻も一緒にイベントなどに参加する可能性はあるのではないでしょうか。大谷翔平さんに対して一部米メディアは批判的な報道をしています。スポーツイラストレーテッド紙は、大谷翔平の結婚発表で明らかになったのは私生活に関する極端な秘密主義のみだとの見出しで、ドジャース球団の誰も恋人がいるのかさえ知らなかった、ましてや既婚者として春季キャンプに来るとは知る由もなかったと副題を打ち、これまでの秘密主義も挙げつらいました。さらに続けて、大谷はどこに住んでいるかも、去年どの肘の手術を受けたかもコメントしない。ロサンゼルスタイムズ紙は、2度目のトミー・ジョン手術だったと報じた。 FA だったコンオフは交渉相手の球団に交渉内容がリークされた場合は非難すると慣行令を敷いたと報じられた。コーイケルホンディエ氏の飼い犬の名前を明かさないようにと周囲の親しい人々に指示さえした。その6週間後、ドジャースとの契約会見で自らようやく明かしたがと批判しました。今回の結婚発表についても、相手の名前や結婚記念日、結婚式の招待者リストに関しても一切の情報提供を拒否した。
大谷の懐事情ならば壮大な結婚式をできたはずだ。だがドジャースの新しいチームメイトは誰も招待されていない模様。第一印象としてこれはおそらく最高のやり方ではないと報じています。同氏はかねて大谷の秘密主義に批判的で、前日の結婚発表後も大谷翔平は悪名高いほどプライバシー重視の人物だ、今回もどんなお相手なのかさっぱりわからないが、謎の人物が誰なのかは今後も永遠にわからないかもしれないと報じていました。ある記者は日本とアメリカの文化の違いがあるのではないかと語っています。仕事と私生活は米国よりも日本の方が明確に線引きされている。例えば日本では恋人などが仕事関連の社交的な行事に招待されることは滅多にない。日本では一般人である妻について多くを語らないことは不思議ではありません。しかしアメリカでは文化の違いによりその対応に違和感を覚える人も少なくないようです。今後大谷翔平さんとその妻が日本流の対応をするのかアメリカ流の対応をするのか注目が高まります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。